お疲れ様です、マフィーです。今回はサードシーズン開幕超ゴマパレード、新ゴマアップ回していきます。トゥールラとスティーリアとフィン、いつも通りね、3属性で進化と投下というふうに今回超ゴマがやってきたわけなんですけど、ミューズと闇魔大王とケツアルコアトルっていうのが去年のサードシーズンで、あれから1年経ったって考えると感慨深いものがありますけど、ケツアルコアトルは今や超ゴマから外れてるというね、そんなことにはこの子たちはならないと思います。大丈夫です、ということでトゥールラ、スティーリア、フィン、こいつらの性能をね、見ていきたいと思います。新スキルなんかも持ってるってことなんですけど、パッと見た感じ強いですね。強いんですが、こうなんだろうな、各々で強みが分かれてて、どれが一番当たりとかっていうのは甲乙つけがたい内容となってますね。ってことで上から見ていきましょう。トゥールラの進化からいきますか。はい、こちらが進化のトゥールラですね。リーダーで盤面に置いた時に発動できて850の特殊ダメージを永続的に与えてくれて、でコンボスキルがボルトヒールですね。4000の雷撃ダメージ与えの最大4000をね、回復するっていうのを減少すればするほど回復が強くなって、していないほど雷撃が強いということで、これね、盤面に出さないといけないっていうことなんですけど、多分シーズンマッチだったらあんまり使われないと思いますね。これなんでかっていうと、結構こう神のリーダーってなるとアポロンとかねあって、でこのトゥールラはスキルもコンボスキルもね、特にコンボなんてこれボルトヒールってことなんですけど、デッキの条件がないってことで、トゥールラリーダーでいろんな属性入れたデッキなんかがね、結構面白いかなっていうところではあるんですが、その場合ね、あの盤面に出さないといけないっていう制約がある以上は、ヌラリーとかメフィストとかに遅れを取る可能性があるんですね。まあでも特殊ダメージで火力出してくれるんで、その辺に比べたら暗黒対面とかは入れやすいんですけど、それ考えてもアポロンとかっていうのもライバルになってきますし、アポロンっていうのもね、盤面に出さずに手駒に持っておいて他の辺置きを置いてからっていう動きができるわけですよ。なんでトゥールラをリーダーにしてしまうと、その辺置きの動きが一旦遅れてしまうんですね。でコンボのこのボルトヒールなんですが、これはまあそこそこ強いですね。普通に回復力高いっていうことで、辺置き、まあ序盤で辺置きする駒なんで、そんなにコンボスキル考えるほどではないんですけど、後半になればなるほど回復っていうところで、序盤だったら雷撃のダメージっていうのが大きいので、これのいいところが、速攻対面とか当たってもこのトゥールラを打ってからコンボで軽く出せるってことでね、アポロンとかに比べると一応初手トゥールラ打ってからコンボ狙うってこともできるので、速攻対面はもしかしたらアポロンよりは強いかもしれないんですけど、まあそれ考えても個人的にはアポロンを使いたいですね。あとこのトゥールラの弱みとしては、10日のトゥールラが使えないっていうところもありますね。まあ後でその性能っていうのは話すんですが、その10日のトゥールラ使えないっていうのは弱点の一つになってきますね。でまあアタックは、そこそこいいな。あ、これエンデガと同じアタックになるのか、プラスマックスにすると。ただこの子はね、シュラインってことなんですけど、このシュラインってのが神の S ゴマの中だとめちゃめちゃ珍しいんですよね。8枚ぐらいしかないんですよ、神の S ゴマでシュラインって。なんでカップ戦においてはね、トゥールラ全然リーダーで運用して活躍するよっていう時が来るかもしれないですね。シーズンマッチ向けではないのかなと個人的に思います。あと HP 高いんで低コストで強いと思います。はい、次10日のトゥールラですね。この10日のトゥールラは新スキルホーリー、デッキにマゴマが1枚以上入っているときに発動できます。表になっている2ターンの間、特殊ダメージ与えて1000回復で、コンボスキルが相手のキャラゴマ盤面にある1枚につき800の特殊ダメージ、最大4500というものなんですが、2ターン完結っていうのがいいですね。でこのマゴマ1枚以上という条件が新しくね、追加された条件なんですけど、まあ要するに神ターンでは使えませんよというような性能となってて、でデッキにマゴマ1枚入れろってことなんで、さっき言ったアポロンとか、あとはヌラリヒョン、メヒストなんかでね、入れていきたいようなコマとなっていて、2ターンの間使えるっていうのが、この2ターン完結っていうのがね、どのタイミングで引いても結構仕事してくれるっていうのが強いと思います。とはいえ、ただこのヨダメが少ないので、使って強みをめちゃめちゃ感じるかと言われると、どういうところなのかなっていうところはあるんですけど、多分強いですね。ライバルは多いけど強いと思います。なんだろうな、ライバルで言うとヴィーナス、キンマモン、ウィブとかね、あの辺のバケモンがいて、でバフォメントなんかも最近はいたっていうところなんですけど、ただこのトゥーララはね、コンボスキルが4500出せる、これはめちゃめちゃ強いですよ。あのウィブサニアとかはコンボ4000までしか出ないんですけど、トゥーララは4500出せると。まあ、とはいえ800上昇なので、4500出せる対面っていうのはね、対面とかタイミングっていうのは限られてくるんですが、ただね、2ターン完結っていうのは本当に使いやすいですね。あの結構いろんな子もあってきたけど、2ターン完結といえばティターニアとかがいたと思うんですけど、あんな感じで使えるんで、1000の回復余剰出てしまうけど、先行初手で打ってねっていうことも一応できるので、かなり強いと思いますね。あと HP がクソ高いですね。なんでこいつもね、全然ヌラリとかアポロンとかに入れてもいいかなっていう感じ。まあ使ってみてっていうところですね。ただこいつを絶対に入れないといけないというわけでもないのかなとも思うっていうのが、自分としては感想ですかね。でもめちゃめちゃ強いと思います。このスキルがね、1600 2回与えて1000回復2回与えもらうってことなんで、
5200のアドなんでね、うん、言ってることやばいんでね、しかも2ターンでこれですからね。ということで言ってることやばくて HP クソ高いんで、まあ絶対に強いです。絶対に強いけどライバル多いから使うのは人によってね、中身は変えていくっていうところですかね。はい、次スティーリア。スティーリアの進化がこちらですね。コンバートでマタンで使えると。で通常攻撃を特殊ダメージに変えていくっていうもので、でコンボスキルが盤面にある自分のマゴマ1枚につきアタック 1.3 倍最大で 1.9 倍っていうものなんですけど、罠繰りで使ってくださいって性能ですね。火力に関してはプラスマックスだと4300ジャストぐらい出ますね。でどれぐらい火力高いかっていうと、進化のベルゼブブの 2.1 倍よりもほんの少し下ぐらい、まあ大体進化ベルゼブブの最大火力と同じぐらい出るよっていうのを考えれば強いと思います。コンボスキル最大 1.9 狙えるっていうのもありますし、ベルゼと一緒に使ってあげてほしいって感じですね。 HP も高いですし、マナグリにとっては入れていきたい1枚ですね。ただ弱点としてはプラスマックス振ってしまうと、いや弱点ってわけでもないのかな、プラスマックス振らないことによってエントマリー下に調整することができる。ただその場合だと IC 上にはなるので、まあ、僕はプラスマックスで使おうかなと思うんですが、そういう調整もテクニックの一つとしては使えますね。あと特殊ダメージが発生してしまうってことなので、罠ゴマとかがちょっときついっすね。罠ゴマとか、あとビナとかに引っかかり、まあでもビナ以外でも特殊シールドかな、あのエミネムとか打たれてしまうと、まあちょっと引っかかっちゃうよっていうところで、うん、マナグリの強みって結構スキルで物理で殴れる駒が多いんですよ。マスティマとか、あと、進化のエハとかね、結構そういう物理火力が多い中で、スティリアっていうのは特殊で火力出すと。まあただ、特殊で完全に特殊で火力出すってことなんで、物理カットにおいては問題ない。ガブとか、ガブ対面とかだとスティリアめっちゃ強いと思いますね。なんで、マナグリの弱点であるガブ対面に一応有効な1枚として使うことはできます。ただガブ対面でもね、特殊シールドとか入ってる可能性はあるので、マナグリがガブ対面にもしかしたら勝てる可能性がある1枚として、スティリア活躍するかもしれないんですが、まあ不利であることには変わりはないのかなという感じですね。っていう一面がありますね。弱点もあるけど、まあ強いところもあって、総合的に見るとマナグリには入れていいかなと思います。そんなわけでこの子はね、入れてあげましょう。次、10日のスティリア。デッキに神ゴマが、ごめんなさい。デッキに神ゴマが1枚以上入っているときに発動できて、3ターンの間1300の毒ダメージを与えまして、20% のデバフ。で、コンボスキルがコマ総数 ×180 というもので、はいはい、食毒というリンクスキル、新しいのが来ましたね。デッキに神ゴマ1枚なんで、マタンでは使えませんよっていう感じの性能なんですけど、HP が高いと。高い上で1303ターン与えて 20% デバフ。なんで3900の毒と 60% デバフとやってることは結構強いです。ただ、ライバルがこれまた多いんですよ。うん、ライバルがマジで多い。バホメットとかライバルだし、あと3ターンかかるってことなので、そこもライバル、3ターンかかっちゃうっていうのがね、弱点ですね。うん、3ターンかかっちゃうんですよ。なんですけど、まあ十分強いかな。バフ補正とかでぬらり使いたいっていう人はスティーリア入れちゃっていいと思いますね。ただ 20% デバフっていうのはめちゃめちゃ強力なデバフではないというか、出されたら序盤で出されたらきついなっていう感じのデバフなので、そう考えると早めに引いておきたいっていうのはあるので、バフ補正で使うにおいてはいいかなと思うけど、無補正とかで使う性能かと言えると怪しいかもしれません。あと、まあ、デバフの部分は刺さるけど、毒の部分はね、暗黒には刺さらないというか刺さりにくいので、そういう弱点はあります。とはいえコンボスキル特殊ダメージなので全然強い1枚ですね。あと人道院っていうのも魔の中、魔の人道院多分珍しいんじゃないかな。まあでも人道マイナスの時って大体ウィブとかビナとかの方が使う人多いと思うので、カップ戦ではそんな使わないかもしれないですね。はい、ウィブビナが強いんで、あでももしかしたら今後のカップ戦でね、ウィブビナがコスト上がったらスティーリア使われるかもしれないですね。っていう感じで、うん、シズマとカップ戦ともに、まあ、活躍あるかもねーっていう感じですね。はい、あとあれですね、あのディミオスリーダーの毒デッキに使う、あ神駒が1枚。はあ、そうですか。ってことは、マタンで使えないから。ディミオスリーダー、ディミオスってあれ、確かマタン条件ついてたっけ？ついてなかった気がするんですけど。ただ、ディミオスリーダーで使う場合、入れられるけど、あれか。あ、入れられますね。入れられるけど、こいつの場合、こいつ入れるとしたら、マフェリーが使えなくなりますね。マタン条件なんで。あ、マフェリーがマタン条件なんで、スティーリアとマフェリーの両積みができないっていうところですね。だってディミオスリーダーで使うこともできるけど、まあ、マフェリ持ってない人が使うぐらいで考えたらいいのかな。あとレビアタンとかも使えなくなっちゃうな。って考えると、まあ、ディミオスには使わなくてもいいかもっていうところもあるか。まあ、一応使えるっていうところですね。はい、次。フィン。フィンは、アタック 1.4 倍リーダーで発動してくれると。で、コンボスキル HP 減少すると 2.2 倍。これもなんかどっかで見たことありますね。ラニみたいな性能なんですけど、HP はね、竜の S の中では高めに設定されていて、これラニとの違いなんですけど、属性とアタックの違いがありますね。で、ちょっと詳しく説明しますと、
これね、ラニ流のラニの部分をフィンに変えた流デッキが強そうかなと思ってて、あとはまあ一応ね、このアタックが高めに設定されてるってことなんで、ロックから出せる駒っていうのが増えていくと。ラニに比べると罠駒とかを下にできるし、あと乱対下のアタッカーなんかもね、竜の中には結構いたりするので、その辺との兼ね合いが結構強そうですね。例えばですけど、神の S アタッカーが結構下になってくれます。神の S アタッカー。ってなった時にね、ちょっと神 S で縛るのめんどくさいな。ちょっと普通に名前で検索するか。例えばラウムシュットとかそうですね。ラウムシュットとか、このフィンより下なんですよ。ロックだと出せなかったけど、ロックで出せる可能性がある。あと、エンデガラジンとかもそれに値します。あとは、イシュタルとかかな。イシュタルに関しては、こいつ、ランタイより下なんですよ。なんで、フィンリーダーでイシュタル使うと、ランタイ、フィンの状態でイシュタルを優先的に出せる可能性があって、相手のロックからのリーサルを大きくずらすこともできるんですね。なんで、イシュタルなんかも強いと思います。あとは、アズかな。神アズもこれ、下ですね。ただ、ランタイよりは上になってしまうので、その点は注意が必要ですね。っていうところで、アタックの高さっていうのはかなり活かしやすいのかなと思います。なんで、ラニーリーダーのラニーの部分をフィンに変えて、で、神 S を1枚入れて、ジェンバ入れたラニ流デッキとか強いかもしれません。あとは、ラニー罠みたいな感じでね、ラニーリーダーのところをフィンリーダーにして、罠デッキを組むっていうのも面白いと思います。はい。ただ、そのデッキはめちゃめちゃ強いわけじゃないと思うんですけど、フィンアレスみたいなデッキもね、全然できるので、結構可能性はあります。ラニと比べてスキルの内容だけは一緒なんですけど、属性とアタックが違うだけで、結構その、バフリーダーの一角としてね、新たなデッキの開拓につながってくれる一枚なので、個人的にはこのフィンが一番欲しいですね。なんかすごい好きな性能してるんで、こいつが欲しいです。あと、シュラインっていうのも、まあまあまあっていうところか。あと、この性能だと速攻竜で、リーダーで使うこともできますね。ただ、デネブと比べたときにどっちが強いかっていうと、一長一短なんですよ。このデネブの場合はですね、こいつか。HP がフィンの方が、まあ大体100近く高いと。だったら、フィンでよくねってなるかもしれないんですけど、一応デネブにも強みがあって、まあ、コンボスキルだけじゃなくて、アタックの高さってのがデネブあって、で、速攻竜使ってる人だったら絶対わかるんですけど、これ速攻竜使ってて、結構デネブフィニッシュすることってあると思うんですね。速攻竜めちゃめちゃ使ってる人は。例えば、3オーラの状態でマロニーをトップで引いて、ここで飛ばすってなった時に、マロニーでもランドタイラントでもイモードラでも飛ばせない。ただデネブだったら飛ばせるっていう状況が、たまにあるんですね。なんで、フィンだとそれができない可能性が少しありますね。とはいえ、HP がこっちの方が高いの、フィンの方が高いので、使用率で言うと、もしかしたらフィンの方が増えるかもしれないですね。デネブとフィンも両方持ってるよって中で。ただ、速攻竜ガチ勢の人とかはね、もしかしたら、そのデネブだったら、デネブの方がデネブリーダーでデネブフィニッシュできるみたいな可能性が残るので、そういう考え方の人もいるかもしれません。リムルっていうね、やつがいたんですよ。こいつね。これ。このリムルが、リムルよりデネブ使ってる人が多いっていうのはね、意外とそういうところがあると思うんですよね。トリプルオーラの状態になってリムルだとフィニッシュできないけど、デネブだったらフィニッシュできるみたいなことがあったりするので、結構ね、意外とデネブって優秀なステータスしてるんですよ。まあ、ただ、速攻竜始めるってなってね、フィンリーダーにするっていうのも全然面白いと思うので、いいと思います。次、10日のフィンですね。10日のフィンは、スキル1000円。読み方合ってますか。1000の回復2ターン行って全体弱火。で、コンボスキルがフレアヒール。HP 減少してないほど2500の回ダメージ。で、回復量っていうのが減少するほど上がると。3200最大でやってくれますというものなんですけど、まあ、コンボのフレアヒールは普通に強い性能で、で、スキルも普通に強い性能となってますね。で、竜炭火炎で使える1枚なんですけども、竜炭火炎のテンプレってパーラとか、あと、ベルーガとか、テュポとかが入ってくる中で、このフィンってのも普通に入れてもいいのかなっていう。竜炭火炎ってね、結構防御手段が少ないので、こうやって回復の駒を入れられるっていうのはね、かなり大きいのかなと。回復しながら全体弱火っていうのは普通にやってること強いので、これは入ると思います。ただ、ライバルもいますね。どういうテンプレにしようかってなった時に、例えばコルヌとかだったら3ターン与えられると。ただコルヌコンボスキルはあんま強くなかったりするので、そこ的にはフィンでいいのかなと思うんですけど。あとはメーレンとかもいいですね。結構ね、マナリアリーダーでパーラメーレンっていう構築も見るので、爆発力だったらそっちを優先してもいいかもしれない。でもパーラメーレン、フィン、キュポーンとかめっちゃ強そうだな、なんか。
あ、でもベルーガが抜けちゃうからちょっと極円が減っちゃうというところではあるんですけど、組み方は人それぞれあるかもしれないんですけど、まあそういう感じでね、結構いろいろ組み合わせてみたらいいかなと思います。はい。必須になんのかな、必須まではいかないかもしれない、もしかしたら。でも必須級には強いかもしれないですね。竜胆火炎必須級には強いかもしれないです。っていうところで、今回全体的に見るとヌラリ、アポ系が強化されつつ、マナグリと火炎が強化されつつで、なおかつ最近ね、ラニリーダーとかってなんかもう混合でほとんど見ないじゃないですか。なんでこのフィンが出てきたことによって、ちょっとそういう目が見えてきたらいいけど、でも俺より混合がちょっと見えないかもしれない。もしかしたらフィン火炎フィン竜っていうデッキがね、ちょっと出てくると思ってるんで、うん、ちょっとそういうデッキ動画をね、出していこうかなと。最近ね、なんか、なんだっけな、ファイアドレイク入りの、あの、ラニカエンかラニリュウかなんかの動画出したと思うんですけど、これフィンでできますね。なんで、ファイアドレイクがちょっと今、こっちのこと見てきてますね。ってことで、やっていきますか。ガチャ引いていきましょう。個人的にはフィンが欲しいですね。フィン欲しい。なんか性能、この中で一番面白そう。リーダーだし。あとは、トゥールラ？トゥールラ？なんか、名前似てるの多いな、トゥーミエとか、リールラとか、名前似てるの、ほんとこのゲーム、待って、これサーバー落ちてね、大丈夫ね、不安になってきた。ちょっと待ってね、サーバー落ちて、これ、一回 TL 見るわ。大丈夫か、あ、大丈夫これ、大丈夫、マジで、あ、でもサーバー落ちたっていうツイート見えないから、いや、これあれか、Wi-Fi 切るか。Wi-Fi 切って、で、スキップ、あ、スキップ押しちゃった、やーべえ。あ、でも、なんか星のかけら入っちゃった。ってことは、確定演出。はい。あー、チポとラファエルと。いや、まあまあ、持ってたけど、幸先はいいんじゃないでしょうか。行きましょう。まあ、Wi-Fi 切ったことによってね、もしかしたら超ゴマが出やすいかもしれませんよ。知らんけど。行きますか。フィン欲しいな、フィンが欲しい。はい。あ、S 出てねえや。はい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 。流れ作業かのように引いていこう。で、今回もね、このシーズンの変わり目っていう超ゴマなんで、40個で、かけら40個の消費で使えて、でそれだけでなく、メダルも手に入るということなので、そのメダルとともにね、新超ゴマの引き換えもできます。天井ありますよと。一応ね。ああ。ただ、この超ゴマパレードでフィンを出すっていうのは、フィンっていうかその新超ゴマ出すっていうのは結構苦難っていうか苦行というか、そういう感じですね。さあ行きましょう。さあ、トゥールラ欲しい、トゥールラとフィン欲しいな、トゥールラフィンで、スティリアもまあ欲しいかなーっていうところ。いや、スティリア欲しいな、マナグリ強そう。うん、マナグリ使いたい。お願いします。はい、まあ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 、まあ、なんかさ、こいつフィンにめっちゃ似てない？絵師絶対一緒。フィンの絵と似ている。さあ、ここでサービスいっときますか。いいね、オセロニアの絵マジで好きなんだよ。お、サービスで星のかけら入った。これ激アツじゃね？こいよ。フィン！フィン！頼むぜ。なんならここでフィンしてもいいよ。そう。物語の終わりの時ってフィンっていう言葉使うでしょ。だからここでフィンを引いといてフィンしてもいいかもよ。あ、ダメだった。エンマ大王と。お前なんだっけ？ウリエル？ウリエルか。あ、そういえばなんかイシスとかが10日解放したな。あれ面白そうなんだよな。10日解放したやつ。あの10日解放したやつの動画も時間あったら撮ってみたいな。行きましょう。はい。はい。うわ。やつ出てねえや。わあ。俺そういえばさ、最近よく友達とゲームして遊ぶんですけど、ヒゲダンディズムのクライベイビーっていう曲あるじゃないですか。あれの PV にさ、マッピー会長出てねって言われて、どういうことって思って見せてもらったんだけど、ドラボの人が俺にそっくりだったの。なんかね、顔がそっくりっていうか、輪郭とか雰囲気がめっちゃ似てて、マッピー会長、クライベイビーのドラムやってんじゃんって言われたわ。うい、トゥルラ来た、ありがとう、トゥルラ、めっちゃ巻き舌、ありがとう。トゥルラ来ましたね。ありがてー、いいね。割と序盤で身長ゴマ1体いけたね。よしよし、この調子でフィン行こうぜ。行こうぜ。トゥールラ、はい、あ、出てる出てる、 S 出てる、 OK、 音で分かった。よいしょ。僕らのリベンジ、あ、でもリベンジのスキルって今回出てねえな。あ、ドキシールと、はいはいはい、ティポンめっちゃ出るじゃん。
これ普通に必要なの、10本出てるっていうだけでも。にゃ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 、出したいね、フィン。そう、物語の終わりとしてフィンをここで出していこうぜ。まあ、まだスティーリアも行けてないし、まだまだ行くんですけど、2体目欲しいし、なんならトゥールラ。オッケー、頼むぞ。はい、はい、アギラとヘラクレス。お呼びじゃねえ。君たちが超駒に上がることはない。お呼びじゃねえよ。次行こうと。星のかけら、いいね、いいね、星のかけらだ。俺も明日トイレでそれ出してくるわ。そう、なんかケツから星出していこうぜ。排泄していこう。はい、星。ケツから生まれたのは、はい、ケツから生まれたスティーリア。ありがとうありがとう。いや、俺正直ちょっと今ね、ケツアルコアトル、あ、そっか、ケツアル、ごめん、ケツアルコアトルピックアップから外れてた。チョゴマからもう出ないんだった、ごめんね。はい、スティーリア出た。よし、あとフィンだけだ。フィン、フィーン。いや、そう、ケツから生まれたケツアルコアトルっていうネタをちょっとやってみたかったんだけど、よく考えたらあいついなかったんだ。もういないんだ、俺たちの心の中にフィンは。いや違う、フィンじゃない、ケツアルコアトルは。フィンはいるんですね。やばえ、やば、ちょっと今回やばくない？300個で全部出たんだが、やべえ。いやでも俺昨日なんだっけ、別ゲーでもめっちゃ引き強したんだよな。今日ガチャ運やばい。ちょっともうちょい行こう。昨日ね、なんか白夜凶行っていうゲームを今やってて、あれでもなんかめっちゃ神木したんだよな。ちょっと今ガチャ運やばいわ。大丈夫かなこれ、大丈夫かな。でも日本人特有らしいですよ。なんかいいことがあったらこの後ものすごく悪いことが起こるんじゃないかって考えるの。でも海外だといいことがあったらいいことしか続かないって考えが多いらしいんですよ。なんで俺はその海外の考え方に賛同したいと思います。はい、いいことがあったらいいことが続きます。なんでここでフィン、スティーリア、トゥールラのどれかが出まーす。出たー、本当に出たー、本当に出たー。怖い、このガチャおー、怖っ。ちょ、どうしようこれ。いや、サービスまでいっか。え、やばい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 、ちょっとやばい、今回本当にやばいって、やばいって。いや、焦るな、たじろぐな。この後いいことが起こる、そうだろ。うん、いいことの後にはいいことが起こります、そういうことです。はい、いや、昨日でもめっちゃガチャ引き良かったんだよな。しかも、うーん、今日もガチャ引き良かった。やばすぎる、嬉しい。いいんでしょうか、こんなに嬉しいことが続いて。本当にいいんでしょうか。なんか不幸なこと起こない？起こない？大丈夫？いやいや、その考え方はダメ。その考え方はダメよ。古いよ。うん、古い考え方は捨てなさい。行きましょう。でも、スティーリアとトゥールラの2体目か。いや、これ回すか悩むな。こんなに必要したなら正直撤退してもいいな。いや、もう十分感あるぞ。正直、2体欲しかったのフィンなんですよ、実は。スティーリアとトゥールラ2体目は、まあ、最悪取れなくてもって思ってたんだよな。いや、これはマジで引き強いな。オッケー、サービス行こう。はい。ああ、なんかスキップしちゃったけど。え、ちょっと待てよ。一回ポイントが今どれくらい溜まってるか見よう。で、全員バングにぶち込んで。いや、待てよ。バングにぶち込むかどうか一回考えるか。これシンクロで出てるよね、確か。スキルマックスで出てるってこと？あ、出てんじゃん。じゃあ、超駒だけぶち抜くか。とりあえず駒箱をちょっと開けさせてもろて。あ、そういえば駒箱ってこれなんか拡張されたって言ってなかったっけ、生配信で。ちょっと拡張するか。あ、ほんとだ、拡張されてる。あ、オッケー、拡張されてんじゃん。いやー、ありがてー。まあいいや、ちょっと5個ぐらい拡張しといて。え、でもかけら100個だけ残ってるのもなんか気持ち悪いけどな。待てよ。とりあえず新超駒だけ全員回収するか。やばい、今回息強すぎる。いやー、ありがてー。普段の行いがいいおかげだな。自分で言っちゃうんだけどね。え、でも俺別に普段の行い悪いと思ってないんでね。全くもって。いや、これは動画出すしかないね。これ動画出すしかない。フィンが2体出まして、あとスティーリアと、オッケー、トゥールラいるじゃん。トゥールラいて、あれ、スティーリアどっかで見逃したか？スティーリアどこだ？スティーリアどこかで見逃してるね、これ。スティ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 。そう、これ、バンクに預けちゃうと、レベルマックスになっちゃうんですよ。あ、じゃない、レベル1にリセットされちゃうんですよ。なんで、あれ？あれ？スティーリアどこだ？ん？
ティリアいなくない？出たよね、スティリア。もしかして俺、待って、もしかしてもうバンクにぶち込んじゃったとかある？もしかして。いや、そんなわけない、そんなわけない。あれ、どこだ？どこだ？いや、でも受け取るか、普通に受け取ろう。普通に受け取って、うん。で、この中にいるかどうか。いない。こいつは大丈夫。バンク預けていい。え？あれ、スティリア。あ、いたよかったー。あれ？どこにいたんだ？あ、ん？どこにいたんだ？本当に。わかんねえや。どこにいたかわかんねえや。あ、もともとあれか、箱に入ってたのかな？箱に入ってたのか。オッケー。いやー、引き強したー。やべー。あ、しかもなんか増やしてくれた。オッケーオッケー。アマゾネス入れちゃって。よっしゃー。あ、なんだこれ。え、すごい、チャンピオンシップ優勝者とこれタグ出てんじゃん。デースさん、バケモンすぎー。チャンピオンシップ上位常連とかあるんだ。すごー。なんか急に増えましたね、サードシーズンに入って。ってことで、はい。ありがとうございました。たくさん、ガチャ引きましたね。いや、そんなことないか。そんなたくさん引いてねえや。今回マジで紙引きしたんで、ここで一回撤退しようかな。まあ、ちょっとトゥールラとスティリアを各々使ってみて、その性能を見てから2体目引くかどうか考えます。で、メダルがどれぐらい入ったんだ、これ。メダルが17枚か。でも17枚で4体出たってやばいぞ。やばすぎる。今回は本当にやばい。ってことで、ちょっと今日はここでおります。フィンの動画とかね、あとスティリアとトゥールラ、今回ね、引けたんで、その他の超ゴマたち、そして新しく特化開放された超ゴマ、超ゴマじゃねえな。決戦イベント、最強イベントたちのね、コマンドも時間があったら動画出そうかなと思いますので、今のうちにチャンネル登録とツイッターのフォロー、ミルダムのフォロー等々よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。この動画面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。